はい、皆さんこんばんは。毎週金曜夜9時は波動上げ上げないとパフパフどんどんということで、今週もですねよろしくお願いいたします。はい、ということで、いよいよね10月も中旬になってきまして、朝晩ねかなり寒くなってきたわけでございますけれども、今週はですね、京都の方でですね竜音シンギングボール講座、上級編というのをねやっておりまして、まあ全国各地からですね、まあお集まりいただいてるんですけど、意外と今回は京都とか大阪地元の方がね意外と少なくて、まあそうですね東海地方とか愛知岐阜とか、あと岡山、まあ兵庫とかね、まあそういったところからですね、お集まりいただいているといったような感じになってます。はい、でまあシンギングボール講座もですね今年はそう福岡からね始めて、そして京都でこの後来月ですね11月になると東京の方ね上級講座を残すだけという感じになるんですけれども、まあ今回のねこの京都の方も、上級講座ということでね、ファイナルを迎えるという形になってるんですね。でまあ初級の講座というのはそうですね、まずシンギングボールというものに、触れていただくといったようなところからですね、全く今まで見たことも触ったこともないけれどなんかね初めてちょっと触ってみたいなというような方、に来ていただいて、まあ実際にですねその音の音色をですねこうに触れていただいて、まあその中でねこう体感として、まあ、自分で音を出していても自分が癒されるようなその音の、美しさ深さみたいなところにこう触れていただくことができるのと、あとねやっぱり何よりも自分自身がねまず癒されると思うんですよね。なのでまあそういう感覚も得ていただきながら、まあ楽しくですねそのシンギングボールとは何かっていったようなところとか、まあその演奏の仕方とかですね、まあそのあたりの初歩的なところをですね、まあ素材が何であったりとか、まあそういうね、まあそのスペック的なところとか、まあその奏法の基礎的なところをこう学んでねいただく感じ、そしてまあ中級講座っていうのは、さらにね少しその音の構成とか、あと少し、まあ、スピリチュアル的なね感じの、竜のエネルギーとか、まあ、そういうところ、あと波動についてとかですね、まあ、その辺をですね少しこう掘り下げていくような、感じでね、まあ1日フルでこうやっていくというね、まあ、そういったような流れになってるんですね。で、まあ、私がやってるこのシンギングボール講座っていうのは、まあ、今回は、全国ね3会場でやってるわけなんですけれども、その会場に約100個ぐらいのね、レンタル用のシンギングボールをすべてお持ちして、まあ、その中から自分の好きな音をこう選んでいただいて、まあ、それでですね実際にはまあ、扱って、いただけるというね、まあ、そういう良さがねやっぱりちょっと他の講座にはない、まあ、その特色というかね、まあ、そんな感じに、ね、なってるんじゃないかなというふうに思います。だいたいまあ10個20個とかはね普通見ることができたとしても、まあ、100個とかはねちょっと揃わないんじゃないかなという感じがあるので、まあ例えばね福岡とか、京都とかにねそれだけ荷物を送ると、まあそうですね段ボールに入れても20ケースとかねそんな感じになっていくので、まあ運賃だけでもねかなりもう本当にかなりの金額がねかかるので、まあまあ大変といえば大変なんですけれども、でもそういったことよりもですね皆さんに、楽しんでいただいて満足していただいて、まあその中から一番いいのはね自分に気に入った音とか自分のこの感覚、音に共鳴する感覚とか、まあ、そういったようなところをですねこうなんか感じ取って、いただけるといいんじゃないかなというふうにね思って、まあ、あえてねそれぐらいの数をこう、持ち込んでいると、まあそういう感じなんですよね。であとその一つ二つをねこう鳴らすだけではなくて、いろんなそのボールというものをこう鳴らしてみることで、
まあ、自分の意識がこうねまた変わっていく感覚とか、まあ、いろんなものにこう、出会えるというかね、まあ、そういったところもあると思うんですよね。なので、まあ、その辺も含めて、実際にはねこの講座の中でたくさんのボールと触れてもらって、それをこう実際に、体験するというかね、音を出したりうまくいかないことも体験だし、だんだんうまく音が出せるようになることも体感だし、その体験しながら体感するっていうのがねとてもいいと思うんですよね。なので、まあ、そんな中でいろんなこうボールを使い回してみたりとか、ラインナップというかね、例えば3個で鳴らしてみたり5個で鳴らしてみたり、その中のいくつかをこうまた変えてねやってみたりとか、まあ、そういう楽しみ方もね、一緒にねこうお伝えできたらいいかななんていうふうに思っているんですよね。で、中級の中ではねやっぱりその波動についての概念とか、まあ、波動ってね最近は結構世の中で聞くようにはなりましたけれども、そうは言ってもね波動っていうとなんかね、オカルトっぽい感じで、捉える人もいれば、まあ、うさんくさい感じで捉える人もいれば、カメハメ派ですかみたいなね感じで捉える人もいれば、もう本当ね、様々なんですよね。科学的な、ね、方面からの波動っていったものも、またその理論的なこととかねいろいろあったりとか、あとエネルギーですかとかね、ちょっとスピリチュアル的なものみたいな感じとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、私の場合だとね、いろいろその波動測定器とか、まあ、意識フィールドをこう分析していくようなデバイスとか、いろんなものをね、5台6台ずっと使いながらですね、もうこの10年ぐらい、いろんなものをねこう取り入れながらやってきているので、まあ、そういう意味ではただなんとなくこのスピリチュアル的な波動を上げようみたいなことではなく、実際にリアルにいろんな方の測定をしてきたり、例えばそのメンタルな状態であったりとか、あとはその、まあ、空中にあるというかね、人体の例えばその体のこととかではないところにあるエネルギーとしての波動とか、まあ、どっちももちろんねエネルギー持ってるでしょうし、その空間にもエネルギーがあるでしょうし、人が発する例えばその感情とか思い、意識みたいなものとかね、そういったものもそのいわゆる波動といったものをこう作り出していく、その一端を担っていると思うんですよね。なので、まあ、そういったようなお話とかをねずっとしながら、まあその音というものとその音に乗せる波動、あるいは音に乗っているエネルギー、そういったものをですねもう少しずつこう紐解きながらこうやっていくと、まあ、そういったような部分ですね。で、あとはその、まあ、竜音って言ってるぐらいで、竜の音、まあ、いわゆるドラゴンサウンドというね、まあ、そういう側面もあるので、その竜っていうエネルギーはじゃあ一体何なのっていうことをですね、まあ、これまで、かつてね何年かかけて、いろんな方とね一緒に協力しながら、まあ、その研究を進めてきたんですね。で、まあ、数年前って言ってももう2016年ぐらいなので、もう、7、8年前ですかね、それぐらいに、ね、ある程度ですねその竜のエネルギーというものを実際にどういう大きなこうくくりがあって、その中にどういう種類のねエネルギーがあるのかとか、それが実際にいろんなところで言われているそのエネルギーの分類とどういうふうに関わるのかとかですね、まあそういったような部分もですねずっと研究をね、してきたんですよね。なのでそういう部分も含めて、その竜の色とかね、まあ例えば金竜、銀竜とか白竜、黒竜とかね青竜とか、まあいろいろあると思うんですけれども、そういうそれぞれの色を持つ竜のエネルギーとその働き、そしてこの竜音というものとその音の関わり、シンギングボールと竜との関わりみたいなね、まあ、そういったような部分もこう少しずつですね深く、落とし込んでいくことがねできるようになっているんですね。なので、まあそういった部分でも、ただ音をこう楽しみたいっていう方だけではなくて、まあ、スピリチュアル的にね少しそういう知識も得ながら、音というものをね、こう向き合っていきたい
そういう方に向けてもとてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、いよいよですね、その上級講座っていうことになってくると、まあ、もう少し具体的にですね、そのシンギングボールを扱ってその奏者になっていくということ、ただまあ奏者にならなくてもいいんですけど、まあ、いろんな使い方もありますよね。もちろんそのセラピストとして音をね、使っていくとか、まあいわゆるね、ヒーラーのような形でヒーリングに使っていくとか、まあ、あるいはそのいわゆるアーティストとして奏者として演奏で、みんなにね、こう癒しを与えていくとかですね、まあ、音楽活動みたいなことでやっていきたいとか、まあ、いろんな方がね、いらっしゃると思うんですよね。なので、まあ、その形としてはね、それぞれ、まあ、どのような形でも、いいと思うんですけれどもね、まあ、そこに向けてどういった部分が大切なのかとか、まあ、そういうお話がね、上級講座では、かなり、細かくね、やっています。で、あとはそうですね、せっかく始めるのであれば、やっぱりね、成功してほしいなというふうに、常々ね、思っているんですね。この講座に出ていただいた方が、皆さんね、幸せな未来に向かって新しく音の奏で手として、活動を開始して、まあ周りの人たちを幸せにして、自分もね、常に笑顔でいられて、その音を届けていくことに対してその使命感を持って、で、周りの笑顔がどんどん増えていくと、そして喜ばれてありがとうっていう言葉とともに豊かさになって、戻ってくると、そしてまあ経済的にもね、豊かになり、まあ社会的にも、あるいはそのコミュニケーションっていうんですかね、お客様、クライアントさん、いろんな方と の関係性の中でね、そのお互いに信頼関係とその笑顔をどんどん増やしていける、まあ、そんな感じにね、なっていただける人たちを、まあ、世の中に、まあ、たくさん別に出そうという気持ちはないんですけど、まあ、関わった、ね、方、ご縁のある方たちがそういうふうに、ね、なっていっていただけたら、嬉しいなというふうに思っているんですよね。で、この講座の中では、ただそのシンギングボールを、ただね、演奏して、まあ何個ぐらい揃えてとか、音階がどうでとかね、鳴らし方がどうでということだけではなくて、まあそのもちろん音聞こえるんですけど、その聞こえる音の裏に隠れた、まあ聞こえない部分があるんですよね。音というのはいくつかのフィールドに分かれていて、まあね、例えばピアノの鍵盤でもそうですけど、まあボーンとね、一つ鍵盤を、まあドでもレでもミでもいいですけど押すと、まあ、例えばそのドならドで、その鳴らした音は鳴りますよね。でもその裏に、まあいわゆる直接的には聞こえないんだけど、同時に鳴ってる音で倍音っていうものがあったり、またそのもっとね、オクターブ違うところに倍音っていっぱい出てるんですよね。なので、まあその整数倍音とか非整数倍音とかね、まあいろんな種類の倍音もあるんですけれども、まあ耳に聞こえる音、そしてその聞こえてるようだけど聞こえてないような、そのいわゆるフィールドにある、まあ倍音と言われるもの、そして全くですね、今度耳に聞こえてはいかない、その音ではない音、まあ、音ではないのに音なのかっていうね、ツッコミがあるかなと思うんですけど、いわゆる耳にその鳴り物の音として聞こえるのではないけれど、波動的なエネルギーとしてそのバイブレーションが伝わってるということなんですよね。で、音っていうのは、まあ、例えば振動、この宇宙の根本的なものっていうのはその振動だと思うんですよね。すべてのものが振動していて、それがバイブレーションになって、その振動が音というものを持つ。で、その音が、まあ人間だとだいたい波長領域が 20Hz から、まあ最大ね、2万 Hz っていうふうに言われてるんですけれども、まあ実際には 100Hz 以下ってちょっと聞きにくいですよね。なので、まあそうですね、あとは年齢とともにね、40代50代60代、年が上がれば上がるほど、まあ
あのね、例えばおじいちゃんおばあちゃんがね耳が遠いなんていうケースもよくありますけれども、まあ結局そういうふうにね、あの聞こえる範囲が、やっぱりその狭まってくるんですよね。なのでまあ 20Hz まで聞こえる人って相当の地獄耳かなって思うんですけど、まあ多分まあ 80Hz とか 100Hz ぐらいが、まあ、ギリギリ聞こえるかなっていうね、そんな感じかな。上の方もね多分 20000Hz とかもうほぼ聞こえないと思うんですよね。蚊の鳴くようなもっとね、あのか細い、まあ、キーンというようなね、もう本当高い音になるので、シーンとしてるようなね感じに聞こえちゃうかもしれないというね、まあそんな感じなので、まあいわゆるその音というものがその、まあ、バイブレーションというところからねこう始まってきているということなんですけれども、その耳に聞こえる音と耳に、聞こえてるような重なってる音ですね、まあ、倍音、そしてそのいわゆる量子的なエネルギー、うん、あの過聴領域の外にあるから聞こえないっていうことだけではなくて、結局波動的な超精妙な音というかね、まさにその意識とか、量子場とかそういうレベルのそのエネルギーですよね、エネルギー、うん、だから、まあ、それを、音と言っていいのかどうなのかっていうのはまあちょっと置いておいて、まあその実際には奏でたバイブレーション、奏でた音に乗っていって相手に届くので、まあ一応そういう意味では音と言ってるんですけど、耳に聞こえる音と、聞こえてるような聞こえてないような感じる音と全く聞こえないその量子的な量子場的な、まあそういう音、まあそれらがね、音、一概にそのシンギングボールとかね、あの言っても、あの音の種類っていうのがいっぱいあるんですよね。なのでまあそのあたりを細かく学んでいきつつ、まあその奏者になるための、技術、そういったところをこう、少しこう深めていくというかね、うん、そういう感じなんですね。あとはもう本当感覚値っていうのもものすごく大切なので、まあ実際にねたくさんのボールを、ね、今まで触ったことがなかったけど自分が例えば10個鳴らしてみるとかね、うん、あるいはお客さんの前でやったことなんかないんだけどお客さんの前でやってるような感じでやってみるとかね、まあいろんなことができるはずなんですよね、うん、なのでそういう中から、まあ、いわゆるその奏者として、あるいはセラピストでもいいけれどその音というものを使ってこう人と、関わっていく、うん、そういう部分っていうものもねなんかとても大切になってくる時代なんじゃないかなというふうに思うわけなんですね、うん、まあ、それと同時に、まあ、そのいわゆる音というものの本質的なところと、あとは、まあ、この講座のちょっと面白いところはビジネス的にね戦略的に何をどうやって、成功していくかみたいなね話っていうのをとてもね多くしていくんですよね、うん、なので、まあ、音のこととか演奏法とかが分かっても結局例えばビジネス的に、うん、まあうまくね回らないんであればあんまり意味がないっていうか、その、まあ、やってて楽しいは楽しいと思うんですけど、でもね全然例えば経済的に回らないとか、なんかいつも持ち出しでなんかねひいひい言ってるとか、それだとね結局疲れてしまって長続きしないんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですね。なのでまあその成功してる人は成功してることを、成功するためのことをねやっているし、成功していない人は成功できないようなことをやっぱりやっているんですよね、うん、なのでその成功できることと成功できないことって一体何なのか、どこがどう違うのか、何が成功できなくて何が成功できるのか、うん、それはただ運とか偶然とかではなくて、まあ例えば自分のそのいろんなまあ物の選び方とかやり方とか、あとはまあブランディングもそうですよね、ブランディングもそうだし、見せ方とかね、ビジュアルなんかもねとてもやっぱり大事になってきますよね。どういう風に見えているかっていうね、うん、相手にとって自分が相手の人の、まあ、その例えばお客さんならお客さんの中のイメージの中の世界で、上質世界
に入っていけるのかどうなのかっていうね、相手の人が、あ、いいなって、なんか素敵だなって思える世界に入っていけるような、見え方、見せ方、そういったものもして、いった方がいいと思いますし、またそのためにね、いろんなそのビジュアルの作り方とか、いうこともね、あると思うんですよね。まあ詳しくはね、その講座の中でお話ししたりとかしてるんですけれども、だからまあその見せ方だけね、ちゃんとできてても、後がダメならまたダメだしみたいなね、じゃあどうやってイベントをやるのかとか、いろんな考え方、やっぱりね、そう、メンタルというかマインドというか、その大事なことってそこにあるんですよね。波動とかスピリチュアルって言ったらまさにそうなんですけど、そういうスピリチュアルな話じゃないところでも、結局ね、大切なものっていうのは目に見えないところにあるんですよ。のマインドとか、やっぱりその考え方、そう、何を意識してどういうエネルギーを使ってどこに向かっていくのかっていうね、やっぱりそこの見えない部分、見えない部分がとても大事ですよね。目に見えない部分をいかに見ていくのか、これはただスピリチュアルっていうことではなくて、まあ何でもそうですよね。大事なものってね、結局目に見えないんですよね。その意識する意識とか、あとフォーカスする意図とか、愛とか調和とか感謝とか、なんかね、許しとか、なんかこう見えないエネルギー、やっぱり大切なものってね、見えないところにあって、で見えないものが優先して見える世界を作ってくるのが、これがこの世の中のですね、まさに因果関係なんですよね。見えない世界が見える世界を作る、そうだから、まあスピリチュアリティと現実で言ったら、まあ両方とも必要なわけですよ。スピリチュアルなことばっかり言ってふわふわしてても現実がうまくいってない人もたくさんいますよね。スピリチュアルセッションとかやってるけど、まあ自分は結局お金がなくてバイトに行かなくちゃいけないとかね、なんかこれ本末転倒ですよね。他の人たちが幸せになるためのことをスピリチュアル的に教えているのに、自分は豊かになれていないっていう、この矛盾みたいなことって結構ありませんか？なのでまずやっぱりね、自分自身が豊かじゃないとダメなんですよ。で、自分自身がちゃんと行動できてて結果が出てできてないとね、やっぱりダメなんですよね。だから誰に教わるかとかっていうのもとっても大事ですし、その中にどういうエッセンスがあるのか、そしてそこから何を学ぶのかっていうことがとてもね、大切になってくるわけなんですよね。なので、まあこの上級のね、講座の中では、まあ中級でもね、若干お話ししますけれども、この上級講座の中ではそういう部分を、少しね、掘り下げてお話を、していきます。あとはなんかやっぱりね、そう、自分の中のそのハートの部分っていうかね、そこにこうなんか、目を向けてほしいなって思うんですよね。本当に自分自身が、豊かにね、その人のためにこの音というものを通して何をしていってあげられるのかとか、自分の中にあるそのマインド、メンタルなことの前にマインドですよね。マインド、そしてやっぱりもうちょっとフォーカスするとその意図、意識、自分がどこに向かう、何を意識して、何を意図して、どこにフォーカスして、どこに行きたいのかみたいな、そういう部分がね、とても大事になってきますね。それまさに見えない部分なんですね。見えない部分、そしてその上で今度はメンタルですよね。自分がどうモチベーションを保って、どういうふうに何をやっていって、そこからね、何を目指して動いていくのかみたいな部分とか、自分自身で自分の感情をコントロールしながら、よし頑張るぞっていうようなね、そのエネルギーのこの源になってくるような部分とか、
うん、そういったところがねとても、大切に、ね、なってきます。であとはやっぱりねこの世界というのは密度があって、何をするにしてみてもその行動アクションをね起こさないと、この3次元の密度のある世界では結果が出せないんですよね、うん、まあ高次元の世界だとね意識した時点で多分そこにもう瞬間的に移動できたりとか、まあ、そういうことがあると思うんですけど、それは肉体密度のあるこの世界のエネルギー、肉体がないからですよね。でこの密度があるということはやはり物質的なものとしての肉体っていうものがあります。あとはね目の前にもいろんな現象あると思うんですけど、まあ、そこにあるものは全て物質ですよね、うん、でその物質っていうものがあるということは、その密度のある世界の中で私たちは結果を出していかないといけない、うん、例えば5次元のスピリチュアルの世界だったらお金なんていらないかもしれませんよね。豊かだと思った時に豊かな世界に行けるわけですから。でもこの世界では、この世界で生きていくために必要な家に住んで、まあ車が必要な人は車を手に入れてね、まあどこかに行くには車に乗ったり電車に乗ったり体を動かさないといけませんよね。例えばサッカーの試合見に行くんだったら、どこかのスタジアムまで電車で行ったりしてチケットをね持って行って中に入って、うん、声を上げて応援するとかね、これ物理的なやっぱり移動というものが、関わってくるんですね。なのでまあシンギングボールなんかもやっぱりそうですけど、その音っていうものっていうのは すごくその次元をね超越してスピリチュアリティというか、そういう部分の本質的なエネルギーというのはあるんですけれども、しかしそれをもってこの世界で、まあ、成功する、いわゆる実績を出す、経済的にも豊かになるっていうことをやろうと思うと、どうしてもその物質的な、行動、その中にどんなエッセンスを、埋め込んで、どういうことを伝えようとして実際にそれをやるのかっていうようなね、マインド、メンタル、考え方、そしてアクション、まあ、そこのね、この一貫性をやっぱり持たせていくということが、とてもね、大事になってくると思うんですよね。なので、まあ、いろんな、その、ワークなんかもやりながら、自分自身の中にあるその愛とか、感謝とか、調和とかのエネルギーを見つめ、あと自分の人生というものにも向かい合って、たった一度しかないその人生であれば、やっぱりね、うん、振り返った時に後悔のない満足いく人生を送り、うん、まあ、経済的にも豊かになり、周りの人たちに幸せを与えられて、自分の使命もなんかこう全うすることができた、うん、まあ、そんなね、生まれてきてからその亡くなるまでのその振り返りをね、最後の時にした時に、ああこの人生で良かったなって、そんな風にね思える、人生になるためには、やはりねこの世界に生まれた以上は、うん、行動を起こして、そのいわゆるね結果を目の前に現象として表さないといけないということなんですよね、うん、だからまあそういう部分もとても大切なんですよっていう一面も、もちろんねこうお伝えしながら、あとはもうほんとこってこてのスピリチュアルなね、まあ、神々の世界とかね、皇室の歴史とか、あと空海のこともね、いろんな、不思議な話とかね、いろんな話ももちろんしていきますけれども、そういう部分も含めて、うん、全ては最後行動に落とし込まれて、この現実の世界で結果を出して自分の人生を作り上げていくっていうことが最大の、ゴール、目的であり、まあ、テーマ、人生のね、いわゆるテーマと言っても過言はないんじゃないかなというふうに思います。そんなね、感じの、流音シンギングボール講座ですね。今年は福岡とね、京都と、まあ、この後ね、来月、東京もやりますけれども、今年一旦ね、ここで、ファイナルと
いう感じになります。まあ来年以降ね、またやるかやらないかちょっとね、来年以降になってみないと、その時の状況にもよりますし、私自身のね状況にもよりますので分かりませんけれども、またね今後、検討の方はね、していくことになるかなというふうには思います。はい、ということでね、今日は竜音シンギングボール講座ですね、まあ初級中級どんなことやるの、そしてまあ上級までねどんなことをやってるんですかみたいなところをね、まあ若干触りだけでもこうね分かっていただけたらいいかなということでお話しさせていただきました。はい、今日もね30分間お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ではまた。